排他的経済水域内は航行が自由と、他国の船でも航行が自由となってはおりますが、この衝突したことに対し韓国政府は謝罪もしておりません。韓国は我が国の竹島を返さないばかりか、シナと同じようにこういった領海内において武功を繰り返しているのであります。あれあれはこういった武功を中断するとともに、日本政府に対しても強く抗議を求めるよう強制行動を展開しているものであります。韓国は我が国固有の領土竹島を返し、今すぐ日本から出ていけ出ていけ。私からの訴えは以上となります。日本に対して物を申すだけが彼らの世の国鉄となってきたわけであります。我々はそういったものに対して、日本が先ほど言ったぬるいやばい、それを見過ごしてきた、これが本当に有効なのか、ほら有効なはずないじゃないの。ではでは日は日、そういうことをはっきり言ってやろうということをそろそろやらなきゃいけないわけであります。いわゆるヘイトというこの日本の国内問題において、いわゆる在日朝鮮人あるいは韓国に対して悪さをすれば全てヘイトだヘイトだという、韓国が逆に日本の国旗を燃やそうが、あるいは我が国の総理大臣を土下座させようが何も言わない、いやこんなアンバランス自体がもともとおかしいんじゃありませんか皆さん。先ほどの同志が申し上げた、こいつらが何をやろうが無視すればいいんだ。こんなのは我々自身が一時そんな反対ことに対してガタガタ言うつもりはもとないんです。もっと世界的、例えば我が日本自身がアメリカの軍政下に置かれ真の独立主権ではない、だからこそいわゆる日本に対して物を申しても何も構わないんでしょ。本来戦前の日本であれば、一旦関係あればすぐに海を渡り半島に軍隊を派遣し、そして蹂躙するんだ、そういう力が本来日本にはあったわけです。今ないと誰が言い切れるんだ。我々はその意味において本来日本の持っている底力、日本を襲いにかかっている今のこの雰囲気、こういったものに対していつまでも我慢できると思ったら大間違いなんです。ああ我々はそこにおいて神宮皇后あるいは豊臣秀吉、そして近くにおいては日清日露、我々の存在というものが半島をまさに縦断し、その先にあるシナ、ロシア、その点戦ってきたわけです。別に朝鮮に対して戦ってきたわけじゃないわけです。こんなもの相手にしないんだよ。おたまとたまたま運悪く、いわゆるシナやロシアと戦う前のいわゆる回廊に朝鮮がいたからこそ、まさに12世代がいないし、我々それを見においてかわいそうな民族だと思いますよ。しかしながらそれに対して我々に反撃するのであれば、そして現代朝鮮というものは長いものに流れろ、つまり我が日本も含めてロシアが強ければロシアに、シナが強ければシナに、それよりそして自分自身を寄生虫のごとくそれよることによって初めて生き延びてきた。今日本がアメリカの軍政下に置かれて弱い、弱いからこそ日本を叩いてる、これは百も承知。だから我々自身は韓国のあるいは朝鮮のあるいはシナの反日策動というものに対してはあまりにもじゃねえか、我が日本がまた独立してないということの鏡なんだ。しかしながらいつまでもこういったものが続くと思ったら大間違いでいることを警告してよく、ほら意外本来日本はこういうあるべき姿とは断じてないわけであります。我が日本というのはアジアの名手、
東洋の名優であることは間違いなかったわけであります。世界を相手に戦争を戦い抜いてきた唯一の民族であることは我々ははっきりと堂々と胸を張って自慢しなければならないではありませんか。さあその力というもの我々にいつまでも我慢しることは大間違い。やると言ったらやる、爆発だったら爆発する。まさに豊臣秀吉が、神武皇后が、そして日清一路が、二の舞というものがまさに近いということを我々ははっきりと認めなくてはならないようになります。いや、以外のぼせやおるのもいい加減にしろ。我々その意味において今回の邪魔しいような小さくちっぽけなこの行動についてもまさに日本を打開する、先ほど言った日本のいわゆる日照期に間違えるような、あるいは旭日昇天の肌に間違えるものについては常に国旗を変えろ、ボイコットしろ、わーわーわめく、そんな邪魔しいことをわめくることしか暇ねえのかよ。以外情けないって言ったら覚えたいな、お前らでしょ。半日半日半日しか、まさに朝から晩まで半日か、朝から晩まで日本のこと考えてんのか。もっと自分のこと考えてみろよ、俺ら。大体は歴代大統領、お前らの大統領がお前やめたらすぐボタボコ行くんだ、どういうことなんだ、俺ら。おいら相当大統領じゃ今朝やってっからボタボコ行ってんじゃねえかよ。おいら、こんな国どこにあるんだよ。いいかい、今の分かんないようなメガネ地区の投げな、メガネのチョンクロのチョンコの大統領だったらやめたらすぐ豚の子に行くの間違いねえんだよ、おめえら。おだろ、上からしてもね、悪いことやってんじゃねえか、おめえら国でよ。自分の内政もっと考えてみろ、おめえら。おだろ、我々はそれ見ないで、自分たちの内政がぐちゃぐちゃだわら、日本を出しに使って反日でなんとか自分たちをまともにしてようとしてるだけの話じゃねえかよ。いいかい、日本は今だったらおめえらぐちゃぐちゃ、国は成り立たねえんだよ、おめえら。腐らげ目の朝鮮人、自分のことも何もできない、自分の頭の幅を灰も植えられるものが何をできると言ってんだ、おめえら。腐らげ目の朝鮮人を竹島からたたき出せ、たたき出せ。いいかい、在日在日してからと言ってて、日本からヘイトでうんぬんぬんせなと言うんだったら日本から出てこない、おら。日本にいてもらわなくていいんだよ。嫌なら嫌で日本から出てこない、出ていけ。いいかい、我々その身を置いて映画ね、残念ながらてめえらとよ、知見だよ、朝鮮半島と日本は知見だよ。朝鮮が朝鮮人に対してうちら併合するとか関係ねえな、どうなってよ。いいか、朝鮮人なんかいられんなよ、本当は半島だってよ。しかしながらよ、おめえら自身がなびいてロシアに着くとか滋賀県に着くと、我々が嫌な思いするからよ。おめえらの心をしっかりとした民族にするために相当の金を吸い込んで影山植林市緑に変え、いわゆる電力をダムを作り電力を作った本物、そういう民族を教育をして今でも文字を読めるようになってんのは誰のせいなんだよ、誰のおかげなんだよ、おめえら。おだろ、今北線のあの水力団が日本が作ったんだろ、みんな日本が作ってんじゃねえな、おめえら。恩を後で返す、それがお前らの本来の姿なんでしょう、皆さん。以外我々はそういった情けないそういう連中にも地球からといって回覧板のように温かく見運ってやったよ、この野郎。おこぼれ頂戴させてやってんだ、この野郎。いない、こういう恩というものをしっかり温かく見つめているのかどうか、それはわざわざ過去の恩を天で忘れるのみならず、逆にあることねえこと自分自身考えついて半日半日、全てが日本が悪いんだ、
言うことにしてけ、日本も黙って何も言わない、金も出す、頭下げる、だろ用務士の考えるこっちありのうな、やろいかい、我々それ見合いでわざわざ警告しに来てやってんだから、逆にありがとこうもいいよお前、いかい、速やかに自分のちっぽけのロータリーの頭で考えて、これ以上日本を殺したらとんでもなくならないとか分かってんだったらよ、さっさと国畳んで大使館畳んで国に叩き出せ、韓国の大使館を閉鎖せよ、閉鎖せよ、いかい、腐らげでよ、ゆっくとこでやるな、静かにしたらいいと思って、今後どうなるかお前らによーく考えてくれ、祈れば